こんにちは、ひのです今日は2020年の10月の8日になります。ちょっと今日は雨が降っておりましてですね、台風14号が近づいているということで、この進路を見てるとちょっと日本をこう左から右の方に、ね、抜けていきそうな感じですけれども、どうなるかちょっとわからないですけれども、目崎先生という遠隔で僕も学ばせていただいた先生が遠隔を、ね、しましょうということで呼びかけられていましたので、またしたいなと思ってるんですけど、被害ができるだけ、ね、こう少なくなるような方向に行けばいいなというふうに思ってます。自然現象ですので、ね、自然現象はそんなにこう、なんていうの、自分で、ね、その人のコントロールでっていうことではなく、逆に人為的にされているという可能性も、ね、なきにしもあらずですから、そのあたりは何とも言えないんですけれども、ただこう被害が最小限になるように祈るっていうのはすごく大事なことだと思うんですよね。自然現象をこうコントロールしようということではなく、自然に対しての、畏敬の念を抱くっていうのは大事じゃないかなっていうふうに思います。で、カズタマレイバっていうのがね、今いろいろ使ってて、妻もいろいろ今自分で本当に使って娘のとかも作ってあげてるみたいなんですけれども、こういろいろ項目を見てるとですね、いろいろやりたくって、6種類ぐらい、今日言ってたんですけど、6種類ぐらい選んでですね、例えばその、1つの水に3種類入れて、でもう1つの水にまた別の3種類を入れて、で飲んでたんだけどいいのって言われたんですけど、これはですね、他のお客様からもちょうどやっぱ質問がありまして、いろんな項目はやっぱありますので、しかもカズタマレイバっていうのは35項目ありますから、やっぱりそう考えるといろいろ見てるとね、これも必要じゃないか、これも自分に必要じゃないかっていうふうに思ってきて、妻もそういうふうにして4種類ぐらい入れたりとかで、2つに分けて3種類ずつこう入れてそれを飲んでっていうことで、ついついこう欲張りでって言ってたんですけど、その気持ちはすごく分かるんですよね。でそれもお客様から質問がありましたので、本物研究所さん通じて吉野内誠一郎先生に、問い合わせていただいたんですけれども、結論としてはですね、やはりあんまり入れすぎるのは良くないということなんですよ。で大体、2、3種類、3種類ぐらいまでだと思いますね。そのようにおっしゃってました。でその時も一つの波動転写水を作った後に、まずそのできた転写水を一口飲んで、例えば、金運で作ってたら金運の波動を感じながら、一口だけ飲んでいただいて、で次また別の、ものを作っていただく。で次、例えば健康管理であれば健康管理をまた作って、出来上がったらまた今度は健康管理を意識して飲む、一口飲むっていう風にして作っていただければっていうことをおっしゃってましたので、そういう風にしていただければ、2、3種類ぐらいだったら問題ないということですので、その4種類、5種類、6種類入れても、別にダメっていうわけではないんですけど、やはりこう訳がわからなくなるっていうのもありますので、それはできたら、3種類ぐらいまでがいいですっていうことをおっしゃってますので、確かに妻もそういう風に欲張ってっていうのは気持ちはわかるんですよね。でお客様もそういうふうに同じような質問がありますので、考えることはみんな一緒というかですね、僕もそれは考えました。やっぱりいっぱい入れて一気に解決したいなって思うんですけども、ただやっぱり一つ一つね、数種類ずつをしていった方が、実はそっちの方が早いっていうことですよね。そちらの問題を一個一個解決してやっていった方がいいというのは確かだと思いますので、そのようにね意識していただければいいんじゃないかなと思います。ということで今回は以上になります。ありがとうございます。